はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルーシュです。今回は This is a Police 16日目プレイをしていきたいと思います。ではいつもの通り新聞の一面確認していきましょう。上からトウモロコシ記念碑取り壊し 86% の市民反対。何なんでしょうトウモロコシ記念碑って、続いてビジネスマンたちフリーバーグを退く意向。全く意味がわからないですね。フリーバーグに映画スタジオ設立かという3つですね。まあ三種三様というところでしょうか。では早速今日も元気に仕事に行きましょう。今シフト A とシフト B で景観のばらつきがあるんで、まあ多少ね、バランスを取るために動かしはしたものの、今回のシフト B はかなり、まあ充実はしているので、このまま行きましょうか。ジュリアーノ、今日は父の葬儀。なるほど、父の葬儀なら出てってくれ。かなり警官の数はいますね、こうやって見るとね。シフト A の時に一気に警官がね、殉職しまくりましたからね。あれがなければな。おっと、いろいろあるな、そういう系が。まあしょうがないよね、大量に殉職者出しましたからね。こればっかりはもうどうしようもない。でサンドイッグからのヘルプ要請も来てるね。ちょっとじゃあ先にこっちをさばきましょう。サンド家の弁護士は24時間体制で護衛されており、子供たちはというと通常の2倍の警護がついている。しかし今朝我々が学校に迎えに行くと、バルガの弟子たちがすでに子供たちを誘拐してしまった後だった。子供たちは偽名を使っていたのにもかかわらず、バルガは誘拐を成し遂げた。とにかく直ちに救出に向かなければならない。これはね、優秀な警官をヤンシーと小泉を派遣しましょう。苦情申し出た職員の2人に公式な話を聞くことになっていると。8月1日ね。何？スワットのアップグレードはできないか。警官の増員もできないと。なるほど。そしたら人を雇りましょう。シフト A に追加だ。今度はフリーバーグの小学校で喧嘩騒ぎか。2人の学生が科学の授業中に喧嘩を始めた。教師であるドレスボンダーを2人落ち着かせようとしたが、引き離そうとした瞬間に目をつかれてしまった。何目をつかれたって、大丈夫なんだろう。窃盗事件ですね。フィーリング&アートミュージアム、最近初めて公開されたばかりのオランダの巨匠デ・ブルームのあまり知られていない絵画がある晩美術館から盗まれた。窓の一つが壊されており、近くの床の上にレンガが落ちていたということですね。じゃあこれはアームストロングに任せましょう。さらにマーローをつけて2人体制。麻薬の取引。聖ヨハネ病院で看護師が病院内で麻薬を売ろうとしているとダンバー夫人は言っていた。腕を骨折したので医師に診てもらったの。私が痛みを訴えていたら医師が去った後に看護師がとある薬について話し始めたのよ。バイゴディンよりもいいわよと言っていたわと。これはねガセネタでしょ。ブライスだよ、十分だ。喧嘩騒ぎの報告ですね。犯人を捕まえた。犯人ってこの場合誰を指してるんでしょうね。子供たちのことを指しているのか。窃盗事件の捜査が始まりましたということですね。まあ、ちょっと証拠の写真が増えてきた時に改めて捜査をしましょう。
さあ、麻薬取引の方、犯人には逃げられた。なるほど、事実だったんだな。で、コカインを見つけた。マフィアに売却を依頼してみよう。一回くらいいいだろう。ボイド所長、私には金がある。そしてフリーバーグの行く末はとても心配している。そこで警察署があと3人職員を雇えるよう金を寄付したいと思っている。だが一つ条件がある。私の養子を3人の新しい職員のうちの1人にしてほしい。で、首もしないでくれ。いいよ、全然いいよ。何、このバーシーがそいつなのか。なんかとんでもねえカスっぽいやつが入ってきたけど。サンドからの依頼ですね。一家のメンバーの腹違いの妹、姉がギャングたちに連れ去られてしまった。公衆電話から彼女のドライバーが連絡してきたが、怖くて何もできなかったらしい。うん、一部始終を聞く限り、ボルガの手下たちの仕業に間違いなさそうだ。現場に到着したら奴らを拘束してほしい。じゃあここはヤンシーと椿ちゃんに行ってもらおうかな。バーシーって相当ひどいよな。じゃあリクルートをしましょう。誰を入れるかだな。サラミルザップ、サラミルザップをじゃあシフト A に追加して、マリュー・ボリンジャーもシフト A に追加しましょう。ちょっとね、能力値がみんな低い気はするけど。強盗事件発生。高級車に乗っていた女性が車を降りようとしたところ、フードをかぶった男に脅迫されてバッグを奪われたと、パレーパーキングの従業員から通報。じゃあこれは小泉さんにバーシーさんをつけましょう。バーシーさんのお手並み拝見。バーシーがね、使い物にならないんだったら、バーシーには殉職してもらうのが一番いいですからね。さて、凶器を用いた暴行事件です。刑務所の食事に飽きてしまった年配の囚人がシェフに文句を言ったためにナイフを持って厨房に向かった。他の囚人たちを刺激したくなかった警備員は厨房へ入らず警察に通報。ここはじゃあ、ゲランにプライス。で、コチを唯一使える人材として派遣しましょう。かなり真面目に働いてるよな。朝の7時から夜中の2時まで。睡眠時間どう見ても 3,4 時間ですよ、これだとね。凶器を用いた暴行事件、州刑務所の件ですね。キッチンの床は割れた皿と油で汚れた鍋で散らかっている。年配の囚人がスツールに座り、手をその鍋の中に入れている。そしてその手をシェフの顔の前に突き出し、これを食ってみろと叫んだ。おお、何か他のものを作ろう、すぐできるさにしますか。なんかちょっとよくわからない感じにはなりましたけどね。さあ、強盗事件の方も無事解決しましたね。さあ、今日はもうこのまま何事もなく、スワットの出動もないまま終わってほしいけど。新しい写真3枚か。ちょっと操作をじゃあ開始していきましょうか。まずキャンバスですね。美術館の巡回を1時間に1度。警報器は故障中。大きな美術館なので修理費もバカにならず、市が負担してくれないんですと。私がこちらに来たのは朝方。窓が壊れ、絵がフレームから切り取られていました。人の気配は全くないと。駐車場の監視カメラ。駐車場は一晩中の出入りが全くなかった。朝方、筒を肩に乗せた人が自転車で通りかかった。その人物は駐車場にゆっくりと入っていき、自転車を止めてどこかへ姿を消した。
なんかチャリで来たんだな、きっと犯人は。で、今度は美術の学生さんですね。不眠症なのでよく夜に街をサイクリングするんです。あの時は翌朝の授業に直接行けるように筒型ケースと道具をいくつか持って出かけました。美術館に寄ったのは用を足すためですと。恥ずかしいんですが、美術館の中にいつ自分の様子を想像しながら建物にマーキングするのが好きなんですと。こいつなのか。今度は美術学校の教師ですね。オランダ人画家に関する授業ではホンディア・ホップ君はいつもでブルームの作品を批判していた。大した腕もないのに過大評価されていると言ったりしていましたね。ゴミ廃棄場で誰も知らないデブルームの作品が出てきた時にもゴミ置き場がお似合いなんて冗談を言っていました。あの絵が美術館に展示されていると知った時には憤慨していましたよ。美術館に忍び込んで絵を盗んだのか彼だったとしても驚かない。あり得るな。美術館の窓はガラスがほぼ完全に割れており、大人の男でも楽に出入りできると。破片のほとんどが外の歩道に落ちているっていうことはどうなんだ。なんか外側からやったというより内側からやったような感じもしますけどね。ちょっとまだわからないですね。さあ、そろそろ勤務終了かな。よし、帰ろう。いやー、もう2時過ぎてるからな。シフト A もだいぶ戦力が回復しましたね。はい、というわけで16日目プレイをいたしました。次回は17日目をプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。